それでは皆様おはようございます。おはようございます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。早速ですが、豊島区秩父市が進める生涯活躍のまちづくりということで、豊島区長秩父市長の合同記者会見を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、本日はですね、今日前半の部分で豊島区長高野区長と久喜市長よりコメントをお話しさせていただきます。その後事業説明を簡単にして、後半30分皆様から のご質問等をお受けしながらですね、今日は進めていきたいと思います。早速です。今日の会見者をご紹介させていただきます。まずですね、高野幸男豊島区長でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、久喜邦康秩父市長でございます。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。それと今日陪席者でございます、秩父市の方から、高橋、市長室長でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それと引間市長室次長でございます。どうぞよろしくお願いします。株式会社コミュニティネット代表取締役社長須藤様でございます。須藤でございます。よろしくお願いします。今日豊島区の方がですね、企画課長澤田でございます。お願いします。福祉総務課長直江でございます。よろしくお願いいたします。はい、私高課長高島でございます。よろしくどうぞお願いします。それではですね、早速ですが、今日のですね主題であります、生涯活躍のまちづくりについてですね、まずはですね、豊島区長の方から、コメントを発表させていただきたいと思います。それでは区長よろしくどうぞお願いいたします。皆さんおはようございます。マイクの関係で座ったままで、ご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくどうぞ。それでは、今日は秩父市さんと、連携を進めるまさに生涯活躍まちづくり、これについて発表をさせていただきたいと思います。私の方からお先にお願いいたします。させていただきます。豊島区はちょうど4年前、平成26年に消滅可能性都市というご指摘を大変なショックでありましたけれど受けて以来、大きな政策転換、この30年後には、消滅可能性都市にならないような、しかも、この東京の中で23区が唯一指摘をされたということは大変なショックでありけれど、これは、私たちの問題だけではなくて日本全体の問題として捉えるチャンスが私たちに与えられたのではないか、そんな思いから、これについてチャレンジをいたしました。その一番目が、女性に優しい街づくり、女性の若い女性の方が、半分になってしまいますよ30年後にはという指摘でありましたので、この女性に優しい街づくりであると同時に子育てしやすい街づくり、これを進めていくということが第一番。おかげさまで待機児童ゼロ2年続けると同時に子育て環境等々非常に充実をさせました。これによって、共働きでありますけど子育てしやすい町、これはあるデータによりまして、総合全国ランキング第1位という大変名誉ある表彰を受けさせていただきました。それからもう一つ、中央との共生、これはどん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 人口が減っていく、特にこの豊島区は流入人口によってこの人口が増えているわけでありまして、7月5日つい先日でありますけど豊島区は29万人を超えることが、人口発表させていただきました。なんとこれは40年ぶりでありまして、40年間ずっと下がってきたものをようやく29万人までというように大台に乗ったわけでございますが、その内容は全くその40年前とは逆転しておりまして、いわゆる年少人口というのは0歳から14歳まで、これが 17.5% からなんと 8.3%、 いかに少子化が進んでいるかということであります。また65歳以上、いわゆる高齢化がですね、その時は 8.6%、40年前は。それがなんと今 19.7%、 約 20% 近くこの高齢化が進んでいる。さらに
うちの特色としては1割の外国人が居住がというようなことで、ですから40年前のこの内容とは全く違うという、それだけにさまざまな対策を講じていかなければいけない。特に高齢化多様化が急速に進展しているということがありますので、これらを踏まえてですね、私は地支部さんとの連携、これは先ほど申し上げたようにですね、地方との共生という形、これを打ち立てたわけでございまして、まあ豊島区を含めて23区都心部は区民生活が全国各地域に支えられているということであります。どこのまあもちろん大変大型な高層マンション等々によって人口が増えているところもございますが、けれどその入ってくる方々等はやはり全国各地域からまさに人口が増えていくわけでございまして、区民の生活基盤のこれらに状態を見ますとですね、大変な危機感もあるわけであります。国では定住人口でも交流人口でもない、その間の位置づけられる関係人口、私もあまり耳慣れないと言いますか、関係人口というような形で国は申し上げているようでありまして、これの増加を進めているわけであります。本区としても中部市との間でこの関係人口に関する考えをさらに深めてまいりたい、そんな思いをしております。まさに人口を奪い合うということではなくて、若い世代を含めた多世代による移住、今日の一番の皆さん方に発表したいということは、2地域居住、2つの地域で居住する、それからさらに交流をさらに促進してですね、大変豊島区民としてのライフスタイルの選択肢を広げていきたいということでありまして、区民の豊かな生活を実現し、支部さんとこの豊島区とが今後も発展するということが、私がこの生活活躍のまちづくり、これが今日のぜひ皆様方にお話ししたいことであります。具体的には秩父市へ移住した方を対象として、そして住民票は要は秩父市に行きます。けれど豊島区から移った方々に対しては、この豊島区としては今までと変わらない、区民としてのいろんなサービスは移られた方にもですね、今後今の豊島区に住んでいる状況と変わらない状況を、これから詰めていくわけでありますけど、それらについてですね、ぜひ、考え、2地域、居住というか、秩父さんに行っても豊島区としてのいろいろな サービス等々を含め、豊島区民であるといいますか、これ準区民になってたらおかしい、これからどういうふうに名前を付けていくか分かりませんけど、そういう形の、方が移られる方は、今までの大変近所の付き合いとかいろいろ、やはり住んでいる、ご近所の絆というか、そういうことは非常に、重要でありますので、そういう思いを残したまま、そして、常に例えば土曜日曜は、この豊島区に、池袋でさまざまな豊島区民としての施設を利用したり、いろんな形にできる。でまたこれが一つのきっかけになって、いろいろとこれから検討してまいりますけど、秩父さんとそういうつながり、ただ単にですね、秩父に移住するということではありません。豊島区民としてもずっと、変わらない、やはり豊島区民の誇りも持って、住んでもらいたいというふうに、これらについては、これから、事務方でいろいろ詰めてまいりたいと思います。豊島区と秩父市とは35年来のパートナー、姉妹都市であります。レッドアローというか池袋から秩父まではたった80分で行けるわけでありまして、大変アクセスもいいし、秩父というところは、もう自然に恵まれてですね、特に都会に住む人間にとってのですね、
まあ、農園とか土いじりとか、あるいは豊島区は川もなきゃ山もありません、畑もありません、全く空き地もありません、お金もありませんけれど知恵があります。そういう知恵でですね、お互いに支部との連携が取れるような、本当に豊島区民、豊島区離れたくないけれど、やはりその自然の恵まれたところで生活したいという希望は必ず持っているわけでありまして、これらをぜひ満足できるような、こういう方策を、方法をですね、これから考えてまいりたい。今後秩父市への移住者に、先ほどお話したように区民に準じたサービスを提供したり、あるいは財政面でもですね、何か、しなければいけないと考えております。今日は議長さんも副議長さんも同席していただいておりますので、これら議会とも、調整、いろいろと、相談をしながら、進めてまいりたい、まあ、いわゆる、一歩進んだ2地域居住の全国的なモデルに、していきたい、まあ、この後、久喜市長さんからサービス付き高齢者向け住宅の整備の具体的な内容もお話を、お聞かせ願えると思います。このサービス付き高齢者住宅区民の入居者は今後、豊島区と秩父市の生涯活躍のまちづくりを体現できるものでないかと思っております。これこそ私は、全国に注目される取り組みにもしてまいりたいと思いますし、今後はさらに高齢化社会を対策全体として豊島区として統一的な方向性を持っていきたい、より具体的な展開を図ってまいりたい、これこそまさに豊島区と秩父市の挑戦がいよいよ形となり、この共生事項を進めることによって、まあ、両都市のみならず、日本全国の元気につながると確信しております。特にこの23区過密都市一極集中と言われる中で、やはり地方との共生というのはなかなかいろいろ模索しておりますけど、具体的な形に進んでないというのが、もう将来はこれらについてやっぱりしっかりと、進めていかなきゃいけない、こういう意味ではですね、今回秩父さんとのこのような形でですね、進められるという何か大きなこう目標ができたような気がいたしますので、今日の記者会見をさせていただいたわけであります。あとは福さんの方にバトンタッチいただくと、よろしくどうぞ。はい、ありがとうございます。それでは引き続きまして、久喜秩父市長さん、よろしくどうぞお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんにちは、秩父市長の久喜邦康でございます。今高野区長様の方から今豊島区のいろんな現状等々お話をいただき、まあ、そういう中で、今秩父市の現状ということで申し上げれば、何と言ってもその人口減少ということであって、秩父市は平成17年の4月に市町村合併をいたしまして、でその時は7万2706人という人口だったんです。それがこの4月には6万3365人まで減少したということであって、まあまあ、毎年おそらく2000人ぐらいの方々がこう減ってくるという現状の中で、これは今のままいきますと、まさに区長さんが言われる消滅可能性自治体という状況になると、まあ、結局それはもう指摘されており、まあ、そういう中でこれは何とかしなければいけないというところを秩父市の大きな課題としてさまざまな事業を展開した中でございます。まあ、そういうところで今区長さんのご案内の通り、秩父市と豊島区は西武線の始発と終点という、まあ、35年の西武線を通じた長きにわたる交流を重ねていて、まあ、そういう中で姉妹都市関係ということが本当にいろんなところまで広く行き渡った友好関係が築かれてきたわけでございます。まあ、これは文化交流にしろ、またスポーツにしろ、
まあ、様々なところに広がって、で先日もこの間ススキをですね、狩りに来ていただいて、ススキミミズクの議長さんの方もお越しになられて、狩られるということでご案内来ていただいて、まあ、そういうふうな本当に人々の交流が深まっているこの地域でございます。ですからこういうふうな秩父市の厳しい現状、そしてまた今ご案内いただきました通り、平成26年豊島区の消滅可能性自治体というご指摘を受けたという、まあ、そういう共通の課題に対して一緒になって取り組んでいこうという、そういうプログラムを我々も作っていくということでございます。まあ、そういうところで具体的な話っていうのは今担当の方からお話説明がありますけれども、まあ、要は2つプロジェクトとして提供しています。これはお手元に資料が割られていると思うんですが、まず総合事業、まあ、これは移住交流促進事業として、これは若い方々を含む多世帯を対象とした事業であって、そしてまたもう一つの事業、二つ目の事業がモデル事業、これが拠点整備事業、これを日本柱として進めているというのが特徴でございます。で、これこの二つ目のこのモデル事業ということが今回大きなテーマになるわけですけれども、これは花の木プロジェクトと称しまして、サービス付き高齢者住宅ですね、また地域開放型の交流施設を整備するという内容でございます。これは秩父市の中心市街地からほど近い、まあ、閑静な文京地区にあります、まあ、上町三丁目、ここに秩父市の私有の市の持っている土地があります。そこにサービス付き高齢者住宅を建設するというところであり、この建設にあたっては官民連携事業のパートナーとなります、これは公募で選定をいたしました株式会社コミュニティネット、今日は社長様も見えております、工藤様でいらっしゃいますが、でこのコミュニティネットにおきましては、全国で日本版 CCRC としてゆいまわるナスをはじめサービス付き高齢者住宅等々11箇所を手掛けている会社であって、まあ、豊富なノウハウをお持ちの会社でございます。で、そういうところとですね、コミュニティネットと今日はこの会の前に花の木プロジェクトということで、基本協定を締結させていただきました。まあ、まさに今後の事業本格化に向けたマイルストーンになっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、区民さんを主に、たくさんの豊島区民さんに来ていただいて、で秩父市で、生活していただいて、そしてまたこの上町地区っていうのは秩父夜祭りで、これはユネスコ無形文化遺産、国指定重要有形また無形文化遺産に登録されているお祭りですが、その屋台町会であってそのお祭りを楽しんでいただくとか、また自然環境の中で、楽しい時間を過ごしていただくとか、まあ、さまざまな秩父市民との交流ができるとか、まあ、またスポーツ等々も広い場所で、さらには畑を利用していただいたり、まあ、そういういろいろな自然環境の中でまた祭り文化等々に触れながら秩父を楽しんでいただけるような、そういうような日域居住がこの場所で展開できるというところでございます。まあ、これによって、区民の方々を受け入れ、そしてまたそういうことで人口増に向けた形として進めていくということでございます。で、今回私の方で申し上げたいのは、今区長さんがお話しいただいた内容ということで、これからは地域包括ケアという形の中で、まあ、福祉関係とか、そしてまた健康増進とか、まあ、そういうところまでこう広げられるような形で、この姉妹都市関係が進んでいき、今回のこの花の木プロジェクトは、まあ、
その第一歩として進めていく中で、これから大きく、さまざまな事業がこの今回のスタートとして始まる花のプロジェクトから広がっていくんじゃないかなというふうに期待しております。とにかく西武線一本でつながっている非常に近い秩父市と豊島区であって、で今回豊島区様におかれましても東アジア文化都市ということで大きなプロジェクトを組まれていると。ですからいろんな形で応援体制をこれからもしっかり構築しながら、秩父市と豊島区がより深く親しい関係となって、で多くの方々が移り住んできてくれるような、まあ、そのような方向で発展していくということを私の大きな目標として頑張っていきたいというふうに思います。まあ、そのためにはいろんな形で区長さんはじめ豊島区の皆様にご理解ご協力のほどお願いしたいというのが私の趣旨でございます。続きまして事業についてですね、ちょっと簡単にご説明をさせていただきたいと思います。まずお手元の資料についてでございますが、一つ A3 のカラー組のペーパーが用意されております。これがですね、本区の高野区長の方から一番最初のメッセージとしてご説明をさせていただいた内容をまとめたペーパーということでございますので、またこちらをご参照いただければと思います。私の方はですね、こちら A4 の資料ですね、豊島区秩父市が進める障害活躍のまちづくり、こちらの資料をちょっとメインとして事業のご紹介をさせていただきたいと思います。まず1ページ目でございます。交番1、豊島区の進めるさまざまな地域との共生というものでございます。こちらはですね、先ほどの A3 のペーパーと、ほぼ同じ内容、言葉を変えてご説明させていただいた内容です。お時間の関係もありますので、ご説明としてはちょっと省略させていただきますが、消滅可能性都市の指摘を受けて以来、秩父市さんと今までですね、お互いの活性化を図るために連携を取りながら取り組んできたというようなことが、記載させていただいているところでございます。そして、1枚おめくりいただきまして、2ページ目の交番に、こちらが秩父市生活の、生涯活躍のまちづくりのご説明でございます。こちらはですね、後ほどまた秩父市の方の、ご担当の方から説明をさせていただきたいと思います。私の方はちょっとまず一括してご説明をさせていただきたいと思います。続きまして3ページ目、交番の3、2つのプロジェクトということで表を、添付させていただいております。先ほどですね、秩父の、市長さんがお話しいただいたこの総合事業モデル事業、まずこう大きく2つに分けまして、それぞれどんな内容の事業を行っているのかを表にしたのがこの交番さん2つのプロジェクトでございます。総合事業の方が、括弧1の地方居住を考えるワークショップ、平成28年度でございますから、括弧7公民連携事業、30年度まで、記載させていただいておりまして、豊島区と秩父市で連携しているもの、また秩父市さんが独自で取り組んでいるものがこちらで整理をされているというものでございます。詳しい内容につきましては別紙がございますので、ちょっと後ほどそちらで、より詳しくご説明をさせていただければと思います。そして、その下交番4、これがこれまでの経緯ということでございます。平成26年5月、豊島区長、高野区長の方からもお話がありましたが、豊島区と秩父市が消滅可能性都市ということで、して、指名をされてしまったと、名指しをされてしまったということを受けまして、6月に、市長と区長の電話会談、ここで連携して、生涯活躍のまちづくりを進めていくことを合意いたしました。その後ですね、28年の7月に、両市の市民と市民区民を含めたワークショップを開催して、意見等を聴取し、また29年度、昨年度ですが、人事交流、お互いの職員の派遣ですとか、また秩父市さんで移住相談センターの設置、これが具体的な動きを経て、現在に至っているというものでございます。具体的な事業につきましては、別紙ということで、2つのプロジェクト、総合事業とモデル事業の詳細というものを後ろに付けさせていただいてございます。A4 の写真付きの資料でございます。この中でですね、いくつかちょっと、特徴的なものをご紹介させていただきますと、1ページ目の、1番総合事業の括弧1、ワークショップにつきましては、平成28年の7月から12月まで開催したものでございまして、
本区でいうと立教大学、セカンドステージ大学ですとか、大正大学、また NP 地域で活躍する NPO 法人、こういった方々にも、協力をいただきまして、どのようにして障害活躍の街を実現していくか、このようなことについて、ご議論いただいたところでございます。それでは皆様におかれましては、別紙2つのプロジェクトの詳細、こちらの資料をご覧ください。いくつかこう先ほどの市長の話の中でもあった通りですね、各個人の移住相談センターの設置、また各個先の外資居住の事業、こういった総合事業を展開しておりまして、各個4の秩父市有住宅の入居条件緩和、こちらをご覧ください。これはあの市営になります、市営住宅のですね、入居要件を緩和して、豊島区の方にも住んでいただけるような、そのようなですね、住宅に、条例変更したものでございます。どんな変更かと申しますと、まず、所得要件、こちらをですね、緩和いたしました。今まで、月所得がですね、15万8000以上の方だったものをですね、10万4000円というふうに上限をちょっと下げたと。また2つ目にですね、同居要件、これ同居の親族がいなければ入居できなかったのを、一人世代の方でも入れるように、そのような緩和をいたしました。また3つ目、住所要件を変更いたしました。秩父に居住する人以外、秩父に住民票がない方は入れなかったんですけども、どちらに住民票を持っていても入れるように、先ほどの地域居住が可能になった、そういった住宅でございます。では続きましてですね、別紙の2番のですね、モデル事業、こちらでございますが、先ほど市長から話した通り、秩父市のですね、上橋というところにございます。天空で地図をつけておるんですけども、こちらの地図でございます。西武秩父駅、先生の終点駅、西武秩父駅からですね、徒歩大体15分ぐらいのところ、市営住宅があった場所なんでございますけれども、市営住宅の利用部分を利用してですね、こちらに、砂鉱住を展開するものでございます。こちらの資料はお手元にございますか。これが対象地のですね、図面でございますが、上半分をですね、行政の方で交流拠点施設の方を建設します。また南側半分をですね、コミュニティネットさんの方にですね、賃貸いたしまして、こちらに砂鉱住を整備していただくものでございます。で、公民連携型のですね、障害活躍のまちづくりというのをこちらで展開する予定でございます。今現在のですね、予定でございますけれども、こういった間取り図が3枚目についてございます。A タイプ、B タイプ、C タイプ。A タイプはお一人様、B タイプは、無理すればっていうか狭くなりますけども2人で入れる。で、C タイプはもう2人で入れるような、そういった部屋タイプを今のところですね、予定しておりますけども、これからコミュニティネスさんとですね、相談しながら、より お客様にですね、好かれるものを作っていきたいと。そこでですね、今現在のイメージ図というのをですね、皆様にこう、お配りしてございます。これが長官図で見たものですね。こちらに交流拠点施設、特にサービス付き高齢者向け住宅、ここをコミュニティネットさんが整備して、こちらを秩父市が整備するものでございます。またですね、東型の入り口から入ったイメージはこのような感じになります。また南側から見たですね、砂鉱住ベランダ側ですね、こういったものでございます。まあ、こういったものをですね、うちとですね、コミュニティネットさんで連携してですね、進めていき、また豊島区さんともですね、話し合い、検討しながらですね、より良いですね、生涯活躍のまちづくり、秩父市版 CCRC を進めていきたいと考えております。以上でございます。杉並さんが西伊豆にですね、特許を作りましたよね。ああいうような形との対比みたいなご質問でありますけど、お年寄りを要するに押し付けるんじゃないか、そういうあれは全くございませんで、
今回の、寂しつき高齢者住宅にぜひ、お元気な、方々、お年寄り含めて高齢者ですよね、もちろん、住所を移してそちらに入り、そして、先ほど冒頭に私が話したように豊島区とは日本一高密として山もなきゃ川もないし畑もなきゃ岸もないという形の中で、まあ、大変言葉はあれですけど息が詰まるような都会化、日本一高密都市ですから、まあ、そういう形で、これからもますます人口が増えていくという形の中ではやはり、人間として自然を親しめるというか、まあ、本当に畑いじりもできたり風光明媚な季節も感じられるようなそういうやはり、その高齢者の方にですね秩父の良さが味わえるような形に安心してこう残りの人生を楽しむというようなそういう形にこう秩父さんと連携取って やれればですね、まあ、私たちも決して押し付けはありませんので、まあ、そういうことを希望される方々をぜひですね、まあ、いろんな面で条件をクリアしてこういう政策、まあ、こういう形まだおそらく初めてだと思いますので、これから今検討するという形で、まあ、秩父さんと緊密な連携を取りながらですね、本当にあのお互いに、まあ、まさに、地方との共生といいますか、本当に、行かれる方も喜ばれ、しかも豊島区というこの長く住まわれた方々にもですね変わらない形でですね秩父とこう連携が取れるというような、まだまだこれから詰めていかなきゃいけませんけど、そういう要望をですね叶えられるようなそういう施策をですねこう打ち出せたらなと思っておりますので、無理やりですね特許を作って押し付けるとかそういう形では全くございません。これからどういうふうに展開していくかという質問でありますけど、今回はこのようなモデル的なものを一つ秩父さんで、このような、サービス付き高齢者向けの住宅という形はスタートでありますけど、私はこれからやはり今、長い秩父さんとの、お付き合いをしてまいったわけでありますので、秩父のことも豊島区のことも非常に区民の人たちはよく理解していただいて、まあ、スポーツ交流で子どもたちの少年野球あるいはゲートボールからあらゆるスポーツを通じての交流あるいは文化を通じての交流も非常に他の おそらく、言うことしては、より深い深いつながりを35年間持ってきている、この実績は生かしていきたい、今回このような形に、お試しというような形からスタートしていよいよ具体的にですねこのような高齢者向け住宅ができるわけでありますので、ぜひ私たち区民もですね今ルール申し上げたように、この秩父の良さを感じながら居住して、これが一つのきっかけとなってですね、本当に、秩父に住んでしかも豊島区のいろんな、今までこう培ってきた縁もこう生かしながらやっていく、これなかなか難しいことが、まあ、非常にそういう精神的なこともですね本当にこの移住というのには大きな決断が必要でありますので、この移住にはやはり、もう秩父さんに行ったからもう秩父さんにお任せということはしたくない、今までこの豊島区に貢献してくれた方々が本当に秩父に住んでさらにこの豊島区との強い縁をですね持っているということが私は非常に大きなことではないか、これが本当の一つのきっかけで秩父さんへですねそういうもう気軽に移住ができるような、はい、こういう形になれば本当に超高密都市としてもですね安心して秩父さんの方にお任せできるんじゃないか、そんな思いしてます。まあ、この花のプロジェクトは一つのスタートとしてですね、さらにこれが区民の方々が大変こうご関心があり人気があるような人気を博すような状況に発展していけば、さらにこれから増やしていくと大きくしていくという、まあ、そういう考えも持っております。その場合にはまた別のところの仕打ちを考えながらさらに発展していきたいなというふうに思います。地域居住という形の中で今回のやはり、取り組みの中で一番はやはり、
お話したようにですね、豊島区民がですね、なかなか居住に決断するというのはもう大変な決断でありますが、それ決断しやすい形の中で豊島区民が、もう秩父に、住所を移しても、豊島区のさまざまなサービス今と変わらないような形、これから詰めてまいりますけど、例えばちょっと細かい話ですけど、お年寄りのおむつの購入助成とかこういうのありますよね。これ秩父さんとこれ どのぐらい秩父さんは現物支給ですけど、まあ、これらについて、のすり合わせもします。また、まあ、補聴器なんかお年寄り、これは豊島区では補助しておりますけど秩父にはないわけでありますけど、これらについては変わらずにですね、こういう対策もここも詰めてまいりますけど、それから今豊島区は選択的介護をモデルとしてやっておりますね。これなんかもですね、どうつながるかというような形で、生かしていきたいと思っております。その他、まあ、細かいこと、敬老の祝い金とかいろいろ、高齢者インフルエンザ予防接種、これはこれから秩父さんと詰めた中で、その居住した方がですね、今まで以上に変わらぬサービスが受けられるということが一番この居住にはですね、条件を整える一つではないかな。だから今までよりこうお互いにこう居住のいろいろお話をずっと詰めてまいりました。具体的にこういうようなメニューを出すことによって安心してチームに住んでもらえるというような形を、今回それが一番の特色ではないかと思っております。本当に秩父に移住してよかったと言われるような、そういう形をぜひ秩父さんとね、緊密に連携を、こんなやっぱり35年の付き合いですから、ざっくばらんにいろんなこともお話できるんじゃない、しかも80分でストレートできますから、もう本当にそういう点では、4時間も5時間もかけるとなかなか会いに行くって言ったり、あるいは交流というのは非常に大変だと思うんですけど、この良さをぜひ生かしていきたいと思っている。いかがですか。今回のこのプロジェクトの大きなことっていうのは、やはり姉妹都市、35年の姉妹都市を通してのその交流ということになるかというふうに、CCRC ということになるかというふうに思います。でそれが多分日本で初めてのこの CCRC じゃないかなというふうに思いますし、さらにこれが福祉とかさまざまなところに広がる要素を持っているというところも、この大きなこの CCRC の特徴じゃないかなというふうに思います。で区民の方々が今過密してるという話も聞きますけども、確かに地方と違うのその点だというふうに思いますから、まあ、例えば野球にしろサッカー場にしろ、まあ、さまざまなところも広げるとして、自由に使えるという状況であるわけです。 ですからそういう区民の方々がそういうようなところを使っていただいて、で自然の中で、体を動かして楽しい人生を過ごしてもらいたいというのが我々の願いであり、それでまた来ていただく方々がいろんなこうキャリアをお持ちの方もいろいろたくさんあると思います。ですからそういうようなところで秩父市のこの発展というところにもこう寄与してもらえばなという、そういう願いも区民の方 そのキャリアにも期待したいというふうに思っております。うちがいろいろお世話になるにあたってはもう全部秩父さんにお任せしてですね、住所を移したらそれでおしまいということじゃなくて、私は今後もちろん財政面検討してまいりますけど、秩父にお住まいになられる方に対する何か、住まわれる方が肩身の狭いものを、ね、差し入れない、また家賃補助かなんかも果たしてできるのかなとか、まあ、そんなようなことも、これから当然秩父にお願いしたからそれでおしまいじゃなくて、その後ちゃんとフォローすることが、今後はやっぱりこれでおしまいじゃなくて、これが一つの結果で広がっていく、秩父に住めばですね、こういう財政面も含めながらですね、本当に安心して、秩父に、住所を移して生活できるんだという、そういうこれからですね、いろいろ検討をさせていただきたいと思っております。それから今回、今、副市長さんのお話のように35年間のお付き合いの中で、まあ、もちろん物販、いろんなイベントの時には秩父さんから来て物販の販売とかいろいろやっておりますけど、
だけどこれをさらに今回の場合は一歩進んでですね、やはり秩父へ、まさに、移られる、住民を持っていくというわけですから、ですから大変な決断になるわけでありますので、まあ、それについてはですね、今までと違ってより深い、本当により深い、お付き合いがもう責任を持ってしなきゃいけない、まあ、責任が大変大きな形になると、これは一つのモデルですから、本当にいいモデルでそういうような地方とのつながりが、強くなっていくという、これはあの他の、23区の皆さんのお考えはさまざまだと思いますけど、うちはこういった形の中で思い切って、ぜひ区民の方にですね、こういう形で秩父さんとの、つながりを強く持って、まあ、保証しますなんて言うのは大変おかしいんですけど、こういうちゃんとした安心してできるような形のものができるんじゃないかな、これがね、いろいろお互いにあの委員会を作りますよね、連携委員会をね作って、それでその中でお互いにこう、メリットがあるような形ということであります。私は今まであの地方といろいろ交流をしながら、地方の物産をいろいろ、各イベントで、ブース出してもらったり、いろいろつながり、それをさらにもう一歩進めたいな、おそらく23区でもそれぞれの、区はですね、有効都市をたくさん持ってる、東京都ですね、いろいろつながりを持ちたいというところがたくさん地方には、ありますので、こういう形の中で一歩、まあ、うちと秩父さんとは新しい形の踏み出しができるのかなと思っておりますので、まあ、他の時代の方はどういうふうに、取られるか分かりませんが、まず勇気を持ってこれに、飛び込んでいきたいと思っております。はい、あの今回 CCRC のこの、花プロジェクト、まあ、市の方が中心になってやってきまいりますけども、でもそのバックグラウンドにあるやっぱり35年のその島女子関係というところであって、でそういう中で今回この今土地脇様の方のご説明の中で、秩父市の木材を使っていろんなこう事業を展開していただいているという事実で、今回あのちょっと話が飛ぶようなこともあるんですけど、森林環境造用材っていうのがスタートする中でも、まあ、そういう中でこう今度秩父市の森林というところでも豊島区とのいろんなこう関係を深めていっていただければなというふうに思っています。ですからこのプロジェクトというのはそういうような森林関係造用材までこう関係するような、まあ、大きなプロジェクトだろうというふうに思います。要するに荒川の上下下流というそういうつながりに発展してくるというふうに思っています。はい、じゃあ左行きましょう。はい、よろしいですか。